リファの耐久フェアをみなとみらい店で行っております。皆さんぜひご来店ください。でそのフェアに行いまして、うちのみなとみらい店スタッフの上原さんのアリファ1週間チャレンジを行います。イエーイ。まあ、簡単に私がちょっとこう引き出すことができちゃうんですけども、はい、1週間のうちで上原さんがどれぐらいアリファを弾けるようになるかというチャレンジを行います。Thank you.
体をこう動かして叩いてくれてました。あの叩くときに必ず自分のマレットは、まあ、体の前に来るように自然とこう体を動かしてるので今バッチリです。はい、ではもう一度前に、次にこのピアノでいう呼吸の部分、上の段に今一番持ってますが、これも叩いて半音階からの岩田さんの成長に乞うご期待。